申し込む。二宮敏郎の週刊文集、なでしこ入りも期待された高木美帆のスポーツ掛け持ち効果。平昌五輪でスピードスケート女子 1500m の銀メダルに続き 1000m でも銅メダルを獲得した高木美帆はサッカー少女としても知られた存在だった。中学までサッカーとスケートを掛け持ち、14日付のスポーツ報知には男子を押しの KFW として活躍。ナショナルトレ戦 U-15 合宿にも招集され、なでしこジャパンにも期待されていたとある。サッカーの道に進んでも成功したに違いないが、キック力や体の使い方はスケートにもいい影響を及ぼしたのではないかと推察できる。子どもの頃はスポーツを掛け持ちさせた方がいいという意見をよく聞く。例えば米国は高校まで複数のスポーツに取り組むのが一般的だ。ゆえに NFL のスーパーボウルとメジャーのワールドシリーズともに出場したディオン・サンダースのようなスターも登場する。サンダースは学生時代バスケットもかなりの腕前だったらしい。日本の場合は野球なら野球、サッカーならサッカーと一つの競技に専念する傾向がまだ強い。広告の掛け持ち効果を見るにつけ、その級を高めていくならいいタイミングだと言える。ラグビーの五郎丸歩も小学4年から6年までサッカーと両立している。あの正確なキックはサッカーの経験がプラスに働いているはずである。サッカーで掛け持ちといえば J2 熊本のストライカー牧誠一郎。アイスホッケーを高2まで続けており、高1の時には国体にも出場している。競技の掛け持ちをプラスとした牧はこのように語る。子どもの頃は体の線が細かったんですけど、アイスホッケーをやることで当たり負けしない体になりました。小さなバックを点で合わせて流し込むというスポーツなので、得点の感覚というのも磨かれたかなとは思います。